石垣島からパイナップルが届きました。このパイナップルは、この前りょうやさんと一緒にキャンプをさせていただいた時に、一緒に参加してた、エビ沼さんっていう方に送っていただきました。ありがとうございます。早速開けていきます。も入ってくる。すげえ。あ、逆さまに入ってるね。すごい立派なパイナップル。あ、なんか入ってますね。見た目は青くても食べ頃です。見た目も青くても食べ頃らしいです。なるほど。ちょっとしばらく撮影でバタバタしていて、届いたのが3日前ぐらいなので、もう完全に食べ頃じゃないかなって思って、今日これはこれからちょっと食べてみようかなって思います。ちょっとパイナップルを自分で切ったことがないから、どうやって切るんだろう。とりあえずヘタを落とそうかな。わお。このパイナップルは、その送ってくださった海老沼さん曰く、芯まで食べられるらしいです。でこの芯って多分ここの部分だと思うんですけど、多分本来だったら、いつもよく見るパイナップルは確かにここが取ってあるんだけど、石垣島のパイナップルは、海老沼さんのところのパイナップルはここまで食べられるということで、ここも全部込みで切って、僕の今日の朝ごはんにしていきたいと思います。いただきます。ここから先が芯のところなんですけど、芯のところもなんか噛み切れるぐらいに硬くて、なんかシャキシャキした食感になるっていうか。でこっから下は普通の甘いところで、こっからは甘さ控えめでシャキシャキのところっていう、なんかすごいいいバランスが楽しめます。2つの食感が楽しめるパイナップル、しかもめちゃめちゃ甘い。これ止
まらんね。エビ沼さん、本当に美味しいパイナップルをありがとうございます。ちょっと一人じゃ4つも食べきれないと思うので、残り2つぐらいはいつもお世話になっている友達とかにあげたいと思います。で、残り2つは僕が全て楽しみたいと思います。本当にありがとうございます。折りたたみの透明の椅子がすごく欲しくて、それをちょっと買いました。めっちゃ良くない？